ドル日本をご覧の皆様、こんにちは、篠崎彩乃です。私は今 DVD 撮影でなんと宮古島に来ています。やったー、初宮古島、すごく楽しみにしてきたんですけれども、そうですね、 DVD 撮影は私のいろんな一面が本当に全部ギュッと詰まった DVD になっております。そうですね、海がとにかく本当に綺麗でした。なんか東洋一綺麗な海とか見たりあったりして、パラセーリングやったりとか、すごく楽しかったです。はい、あとはですね、大人っぽい私もこの DVD では見れるんじゃないかなって思います。とってもおすすめの DVD となっております。皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。撮影中一番楽しかったことは、やっぱり私はパラセーリングです。マリンスポーツの中でパラセーリングが一番好きで、今までもう旅行とか行くと何回もやってきたんですけれども、やっぱりすっごい綺麗な海でのパラセーリングは最高で、あの瞬間で、あれ2日目の昼くらいの撮影だったんですけど、あ、私宮古島来たんだってあれで初めて宮古島を実感しました。楽しかったです。撮影中一番大変だったことは、初日のビーチでの撮影だったんですけど、本当に着いてすぐ一番最初の撮影がビーチだったんですね。灼熱のビーチの上で、暑くて暑くて、多分海めっちゃ綺麗だったと思うんですけど、記憶にないぐらい本当に暑くて、照り返しっていうんですか、砂浜のあれは、あの一発目で結構来ました。あの引きこもってたので、夏結構お家にいきなりすごくて暑くて大変でした。沖縄での思い出は、あのとにかく食べるご飯が全部美味しかったことです。撮影の合間とか撮影終わった後とか、あの少人数でご飯に行ったんですけど、本当に美味しくて、何が一番とか決められないぐらい、宮古そばも美味しかったし、なんか合間に食べたナポリタン、喫茶店のナポリタンも美味しかったし、しゃぶしゃぶも食べちゃって、もう毎日ほっぺがとろけ落ちて幸せでした。でもすごい水着を着るので、あんまりその自分の食べたい量を全部食べれなかったのが心残りなので、ちょっと終わってからいっぱい食べようかなって思ってます。グラビアのお仕事で気をつけてることは、でもやっぱりスタイルの維持っていうんですか、なんだろう、あのすっごく久々だったんですよ、水着のお仕事が。それで焦って1ヶ月半ぐらい前からジムに通い始めて、それで食事の制限とかもして、結局宮古島でいっぱい食べてしまったんですけど、食べてしまったけど、1ヶ月半の節制があったからこそ、食べてもなんとかできたんじゃないかなって思います。やっぱりそれが一番大変でした。家に帰ったら愛犬のモナちゃん、プードルのモナちゃんを飼ってるんですけど、もう抱きしめたいです。ずっとそんな感じで、モナちゃんめっちゃ喜んでくれるので、もうずっと一緒にいます。私がお仕事休みでお家に一日中いると、ずっと私の膝の上にいるんですよ。本当に暑くないのってくらい、ずっと膝の上とか腕枕とかでべったりなので、べったりしたいです一日。あとは昼まで寝たいです。トイプードルの好きなところは、トイプードルっていうより私はモナちゃんが好きなんですけど、トイプードルはもちろん好きなんですけど、なんだろう、あのモフモフしたシルエットとかも、とにかくお顔が可愛いんですよ、モナちゃん。そこが好きですね。可愛いです。性格も可愛いし、全部可愛いです。休日の過ごし方は、料理をたまにですけどします。オムライスとハンバーグと
あとは肉じゃがとハヤシライスを作りました。最近ハンバーグは結構前に作りました。オムライスは自信あります。小で書く好きな字は画数が多い方が好きなので、なんか夢とか愛とかが好きです。今後挑戦してみたお仕事は、私は女優さんになりたくてこの世界に入ったので、やっぱり演技のお仕事にこれから挑戦していきたいなって思ってます。動画をご覧の皆さん、ありがとうございます。篠崎えんなです。今回私は、DVD 初の DVD 撮影ということで緊張もあり、でもすごく楽しかったです。いろんな私が詰まった DVD ぜひ皆さんご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。